はい、どうも皆さんこんばんは、ビビロイヤルです。本日はドレイブンの解説動画を撮っていきたいと思います。こいつめちゃめちゃ強いんで、よかったら解説動画見て使ってみてくださいってことで、まずビルドとルーンに行きたいと思います。自分は基本的にこのビルドとルーンでやってます。まあサポの方と利用することが多いので、サポの方にヒール持ってもらって自分がイグナイトっていうのが非常に多いですね。で、まあ IE から知見、まあ、知見から先に行くことがありますね。スタックが溜まってたら知見から行くことが多いです。で、3点目にラピッドファイヤー。まあ、このラピッドファイヤーなんですけれども、まあ、基本的にスノーボールしていく形として先に殴れた方が強いので、ラピッドファイヤーキャノンを選択してます。ソラリチャージブレードでもいいと思います。基本的にドレイブンは A サイテムは1つでいいと思ってます。で、まあ、他にもいろいろビルドはありまして、回復もりもり、これ1回やってみてほしいんですけど、まあ、殴り合っても自分減らないよみたいなビルドなんですけれども、まあ、知見愛って言った後に王権デスダンスと、もこれでなかなか落とされないです。もうファイターです、これは。ファイタービルドになってますと。で、敵 AP 強い時とかなんかはもう本当に X を積んで耐えてから、まあラピファーだったり、まあ、ソラリチャージブレードだったりっていう積む形が多いですね。じゃあ次、ドレイブンのちょっとスキルについて見ていきたいと思います。はい、それではドレイブンのスキルについて見ていきたいと思います。まずパッシブのリーグオブドレイブンなんですけれども、こちらは、敵のチャンピオンをキルするとお金がいっぱいもらえるよっていうパッシブになってます。敵チャンピオンをキルすると名声スタックをすべて消費時50ゴールドと、名声1スタックにつき4ゴールドもらえるっていうスキルになってまして、でこの名声1スタックっていうのはですね、この Q の回転斬斧って読むんですかね、こちらのスキルを発動した場合、ドレイブンの通常攻撃が強化されますと。こちらの通常攻撃を強化した状態で敵を殴ると斧が返ってきます。これを拾うと1スタックになってます。こちらのスタックは下で確認することができて、今25スタックとなってます。なので今敵チャンピオンをキルすると50ゴールドプラス 4×25 の100で150ゴールドが追加でもらえるっていう形になってます。でこの Q スキルに関してはですね、効果持続時間がこの Q の周りで見えまして、基本的にこの斧は2つ持っておきたいので、この Q のくるーって回っていくのが終わりに近づくと更新して、こうドレイブの斧を2個持っておくっていうのが最善の状態です。この状態で戦いたいですね。はい、で W なんですけれども、こちらの W 血のうずきと言いまして、攻撃速度と移動速度が上昇するものになってます。で、まあ、使った後にこの斧を拾うとこれはリセットされますので、斧はずっと拾うようにしましょう。で、E スキルの薙ぎ払いですね。こちらは相手をまあちょっと横に投げ飛ばすよんっていうスキルになってます。まあ、なんで殴りながらこうオラーってやってめっちゃ殴るみたいな、こう W で足速くしつつ、こうやってオラ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 って殴るように使ったりします。他の使い方としましては、相手のブリンク系のスキルに合わせることが多いです。アリスタの WQ とかが結構代表に上がるかなって思うんですけれども、相手のアリスタが WQ してくるよっていう顔をしたらですね、まあ、顔を見ていただいたら分かると思うんですけど、顔したらこうバーンってやると、アリスタがこのノックアップしようってしよるところが横にヒュンってなるんで、相手のブリンク系スキルに合わせるといいと思います。で、ウルトですね、死の車輪。こちら結構、まあドレイブのコンボっていうわけじゃないですけど、殴りながら普通に大ダメージを与える、斧を当てると返ってくるようになってます。なんでこれ一応無限なんで、こういう風にドーンと行って、でもう一回再発動すると返ってきます。でも、まあ、たまにしかやんないんですけれども、まあこういう風に打って外したってなって返ってくるじゃないですか。返ってくるのをこうやってフラッシュでやるとずらせるので、もしじゃあこう殴ってこういう風に打って外したってなった時に、こう再発動でこうフラッシュすると当てることができます。はい、じゃあ次ちょっとドレイブのコツについてお教えしたいと思います。はい、それではドレイブのコツについて説明していきたいと思います。まず Q のコツになりますね。まずこの Q なんですけれども、基本的に Q だけでは2つ保持できないので、まず一発殴る必要があります。一発殴ると、まあ、2個保持した状態っていうのを維持できます。こういうふうに一発殴っておけば、またスキルは上がるんで、クールタイムが、まあ、こちらを待って押せば2個保持できますっていうのと、この斧の落ちる位置なんですけれども、基本的にまっすぐ普通に何も押さずに殴ると自分に戻ってきます。でそれを後ろにやると後ろに行きますっていう風に、ドレイブの斧はドレイブの進行方向側に斧が落ちるので、上を押すとちょっと上に行きますっていうので、
集団戦中は、まあ、こうやって殴りに行って後ろに下がりたい場合はちょっと後ろに押しながら殴るっていう風な感じでポジション調整していただければなと思います。あとですね、この Q なんですけれども、このスキルの CD が上がる場合、 Q の CD が上がる場合はもう落としちゃっても大丈夫、落としてもいい斧があるっていうのを覚えておいてください。毎回毎回拾っちゃうと、まあ、これ相手もここに行くなっていうのを予想できますし、なんでもうスキルが上がるってタイミングは落としても大丈夫です。ただ一本も持ってない状態っていうのが一番まずいんで、基本的な斧を拾う練習はしておいてください。はい、2つ目のコツなんですけれども、こちら W の使い方となっております。ドレイブの W はクルタイムが斧を拾うとリセットされるんですけれども、こちら斧を拾う直前にこの W を使うようにするとクルタイムがずっと上がった状態を維持できるんですね。こちら何がいいかって言いますと、拾った後に W を使うと CD がなくなっちゃって、このもし斧が拾えなかった場合に W が再発できない状態っていうのができてしまうんですね。なのでこの拾うタイミングで使っておけばずっと一生、このもし逃げる際にも使えるっていうのが2つ目のコツになってます。はい、それではドレイブンの強さについてちょっと説明したいと思います。で、まあ、もうこれは一番簡単なんですけども、低レベル帯の強さが異常なんですよね。こういうふうにもう殴ってで、多分あと一発サポが殴ってくれてイグナイトでキルラインみたいな感じで、序盤のレーニングがまずめちゃくちゃ強いですっていうのと、あとまあこの2レベル先行した時とかもめちゃめちゃ強くて、これでも足速くなるんで殴りに行けちゃいますと。でこのタレット下もこの速度上昇を移動して殴れると、こういうふうにレーニングがまず非常に強いです。もう押し付けちゃったらもう最高ですね。もう殴りに行ってもオラ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 で、もうこれでもうはいはいリーグオブドレイブンみたいな感じでお金稼いでスノーボールしていく。でこのスノーボール、レーンが最初めちゃめちゃ強いのにお金いっぱいもらえるから、もうスノーボールができるっていうのが強みです。なんでもしドレイブンで、まあ、ドラゴンヘラルド6分の段階でですね、1キルもなく1レスしてしまった場合、もう負けです。ほぼですね。もうレーンは勝てないですし、あと味方に頼むみたいな。もう逆にそれまでにキル持っておけばもうアホです。アホみたいな火力が出ます。 2,3 発で敵倒せたりもします。まあ、なんでモロ刃の剣の部分があるんですけれども、まあ、本当に圧倒的なスノーボール力っていうのがこのドレイブの強みになってます。はい、でちょっと一番大事なことを忘れてたんですけれども、まあ、ソロ Q はちょっと向いてないのかなっていうふうに思ってます。ドレイブンは基本的にスレッシュと合わせて使うのが非常に強くてですね、まあ、スレッシュでちょっとキルチャンスメイクしていただいてドレイブンでキルするっていうのが理想の形なので、まあ、サポの方と利用してサポの方にスレッシュやっていただくっていうのが一番大事なことかなっていうふうに思ってます。で動画の後半はですね、僕とレックスくんがですねドレイブンスレッシュで、まあ、バチバチにしていくっていう動画になってますので、まあ、よかったらちょっと参考にしてみてください。あ、確かにスレッシュで私物に乗りゃさまによるよな。スレッシュ間に合うね。俺だけ追っても意味ない。イエーイ来た。はい、いやーイグナイトは？あーイグナイト。いらるまだ。届かんかったし全然。むちゃくちゃや俺らプレイ。帰ってこれる？ジャングル来そうやけど。オッケー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 、アドアド。あ、人間入っちゃった。あー、待って、ブラックリー高かったのに。ブラックリー行くなよ。行くよ。これブラックリー刺さるの？
圧倒的に美味しくない？うん、圧倒的に美味しいよこれ。この人はなんか見たことあるな。ジュピターの人でしたっけ元？そうですそうです、2人とも赤ちゃん、うん、キルラインなんすよ。もうレベル6やん。いや、セレイテトダクやが結構痛い。うん、MF もフラッシュ湧いてんね。フラッシュ、強っ、むちゃくちゃやこれ。入れ食い、めちゃくちゃなプレイしとる。強いって、そう、もう頭ドレイブなとかなんでもええもんな。うん、俺もスレッシャーの時ドレイブの気持ちでするかも。うん、そう、みんなドレイブの気持ちでやればいい。アソルト使ったけど、バスキッチャーとか。このインファ取れるのでかいんじゃね？でかい。下側に裏バス。やった。もうこれ最近間に合わないし、上でも、うん、上下ろうぜ、いいもらうわ、うん、キッスはそれ引っ張ったら、あ、でもまあ切るやん、うん、ランタンない、ミア、え、それミニオール？いや、スモークですよ、あと、あ、もう来た来た来た、どうぞ、どういこう、いや、マルファイトいらない、うん、マルファイト来てなかったら僕が来てたんですけど、うん、ね、うん、うん、ナイス消えたんやけど、なんか敵消えたな、7200円か、えぐ、いやー、まだだ、まだだ、まだだな、ちょっと、痛いよ、俺も痛いね、痛いよ、痛いよ、ここいるっすよ、ないかな、3対4なら勝てそう、やそくっけ、あ、グブも下行ってる、2等もらっていい、俺2等るわ、しますわ、もう上行っても勝てないから、もうみんな見せてるやん、俺、グラガスがただただかわいそう、うん、でも俺たちは悪くない、ケール俺らもちょっとでもどうにかしたいですね、あんま金持ってないけど、あれ、え、強い、ドレイブ兄ちゃん、いけいけいけ、危ない、ボディで受ける、なんかヒーラー押してるんですよね、マナードぶち込めんのかお前、うわー、しばらつきました、強っ、一発が重すぎ、さあ、グブもやっちまえ、グブもやっちまえ、やっちまえ、やっちまえ、強すぎる、やっちまえ、やっちまえ、こんなもん、グブも1万かまだまだやん、要求が高すぎる、ごめん、ゲームパッチ、スレッシュ強すぎて、スレッシュ強いっすね、マジで、バッファイトしたいな、あの敵がびっくりするのがいいよな、あの、え、お前一発そんな重いんっていう顔すんのが、あれがしっこない、やんのかやろうって、そうそうそう、え、痛い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 っていう、
もう切ってる。もうだ取ったわ。400やる。どこで戦いよ俺、バーストタレットあるのに。王者のかも。半端ない。ああ、合わせてんだけどな。え、強よ。強いよ、俺。いや、行っていいよ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 。やばい。ごめん。あ、いいよ、別に。滝取ったし。なんでこんな強いキャラみんな使わんのやろうな。あ、ミッドやばい、ミッドカバーできる、アクション。無理そうやな。でもマルファイトカバーしてる、大丈夫です。取るか。てか誰かスタイル取ってたのこれ。ああ、もう。え？取られるんや。あ、待って、ガビった。最悪や。俺強すぎてビビったな今。結構死んだな。ずっと切れてないっすか。狙っていいよ。パワーパスコライちゃう。やば。やらんやろ、ドレイボール。またブラシ履いた。ヤンキーすぎるドライブが。青取りに行こうぜ。ABC の所業じゃねえ。悪魔が微笑むよ。俺てかもうフルビルドなんやな。やっと？いやもう結構。いや、どういうこと？あ、野草のフルコンボ食らっても俺死な。タワーウルソクでいく。やろうや。あ、ミッドモールか、めんどくさいし。あるの邪魔じゃねこれ。だよな、邪魔邪魔。おる伸び。だもうなんで俺のこと殴れると思ったんや。早かったな、マジで。えぐいっす。お前。倍したい。ああ、これ勝ちのやつだ。相手釣られちゃったね。ああ。よくないね、これ。これよくないね、デッキさん。デッキさん、ちょっと。よくないっすよ、それ。よしよし。もう、モリモリ回復していくから、俺。いいよ。もう、8割になっちゃうよ、HP。え？もっと当たって。なんでなんでなんで？何があったん、これ。でも何使った何使った？でも、ウルト使ったし。いや、そう？そう、もう。ミスフォーチュームをウルト使ったっす。オッケーオッケーオッケー。タワー取りたいんやけど、普通に。ピピ使っちゃった。あ、死んだこいつ。いいじゃん、それ。死なのんちゃん俺。こんなんじゃ。俺人サードやべ。
本当になんですか。あ、なるほど。問題。いや、終わる終わる終わる。おい、ジジイ。こんな安尾のフルコンボぐらいじゃ俺しないやん、勝手な一人の。